はい、それではですね、Zen2 at DNA という人で、自分のことなんですけど、ストレース・フォー・バールモンガーズという題で発表を始めさせていただきます。トークの紹介の方にも書いたんですけど、まあ、比較的初心者向けのセッションということで、あんまりそんなにすごい難しいような話は出てこない予定です。はい、で一番最初にまず僕の自己紹介から、ゆっくり入っていこうかなと思うんですけど、僕はですね、インターネット上の ID では、Zen2、まあ、これ O が2個のやつと Zen2、O が3つのやつとかいろんなサービスによって ID が違ったりするんですけど、まあ、基本的に Zen2 という ID で、活動っていうのもありですけど活動しています。でなんで ID が2種類あるかというとですね、左側の O のやつが、 O の2個のやつがすでにそのサービスで使われている場合っていうのがあってですね、まあ、そういう時には O を3つにすると。で O の3つのやつがすでに使われている場合ですね、あ、 O を4つにするみたいな感じで、この ID はですね、もう O の数を増やしていくだけで線形にスケールするというエンジニアにとってはちょっと嬉しい感じの ID になっています。で個人のブログとして愛と勇気と缶ビールっていうちょっとブログを書かせていただいたりしてですね、まあ、これそんなに有名なブログじゃないのでここで出すのもちょっとあれかなと思ったんですけど、まあ、知ってる人はちょっとだけ知ってるかもしれないかと思います。ちなみになんかなんでこんな名前にしたかというとですね、まあ、割とどうでもいい話なんですけど、僕の割と好きな作家に村上龍という割と偉い人がいましてですね、その人がとあるエッセイの中で、自分がもし死んだ場合はですね、妻に、再婚してほしいと、で俺のことを考えて再婚してほしいと、で再婚する相手はやっぱり愛と勇気と缶ビールみたいな男性がいいなというようなエピソードがあったので、まあ、僕もそれにあやかって、愛と勇気と缶ビール的な男性になろうと思ってこういうブログのタイトルにしました。はい、あまり面白くないですね。で仕事では何をしているかというとですね、さっき言ったように DNA というところで働いてるんですが、そこでモバゲーオープンプラットフォームというところの仕事をしていて、まあ、大体有名な人でいうと、ジゴロウさんっていうもじゃもじゃ人であるとか、もじゃもじゃした人であるとか、あとはね、コカクさんっていうそこに立ってる人とかと主に仕事をしております。で仕事では主に最近だと、オープン ID コネクトと OS2 に準拠したオースタジオさんサーバーをパールで書いたりとか、あるいはまあそれの認証機能を使ってなんかモバゲーの機能を使えるような JavaScript の SDK とかを作ったりしています。はい、でちょっと自己紹介長いなと思ってるかもしれないですけど、最後これが最後です。で、元落語研究部ということで大学の頃に落語とかをやったりしました。で、まあ、落語研究部っていうことを言ってですね、基本的には僕は言わない方がいいと思ってるんですけど、というのはみんな無駄にハードルを上げてくるというか、こいつはなんか面白い話をするんちゃうかとか、あとこいつの話にはオチがあるんちゃうかとか、そういう期待をしてくる人が結構多いんですけど、残念ながらこのトークにはオチはないです。あとオチはないし、この画像も別にそんなに面白くはないです。はい、オープン見ましょうか。これ田村健二です、ちなみに分かってると思いますけど。で、まあ、ようやく真面目な話なんですけど、本発表のテーマはちょっとエストレスというツールの話なので、まずエストレスとは何かっていう話、まあ、皆さん知ってる人も多いかとは思うんですけど、エストレスっていうのは、基本的にプロセス内で発行されているシステムコールをトレースするためのツールです。まあ、あのシグナルとかの内容も見えたりするんですけど、まあ、今回の内容だとシステムコール周りの話しかしないので、まあ、システムコールを見るためのツールということで、いきたいと思います。でシステムコールを見るためのツールだよって言われたとしても、まあ、その前にそもそもシステムコールってなんやねんっていう話が当然出てくるとは思うんですけども、システムコールっていうのはですね、まあ、平たく言ってしまうと、C 言語レベルでの、まあ、DLBC とかで提供されてるんですけど、アプリケーションが叩く、OS 側の API です。まあ、OS がアプリケーション側に提供している API みたいなものです。で例えば、アプリケーションからファイルの IO を行うっていうことになったら、まあ、Open っていうやつとか、まあ、LSeek ってやつとか Lite ってやつとか呼んだりとか、あとはネットワーク周りのことがしたかったら、まあ、ソケットとかコネクトとか、まあ、アクセプトとか、まあ、この辺ちょっと後半出てくるんですけども、あとメモリー確保したいなと思ったら、なんか BRK とかその辺のやつとか、あとまあプロセスを生成したりとか、まあ、プロセスが終わるのもあったりとか、プロセスをキルしたりとか、そういうプロセス周りのシステムコールとか、あるいはスレッドを作ったりとか、そういうようなシステムコールがしますと。で、まあ、こういうものが何かっていうとですね、まあ、あの僕らパール、まあ、皆さん多分ここに来てるんでパールという言語を使ってるとは思うんですけど、まあ、パールという言語でそもそもシステムコールというものを経由せずにパールでファイル IO ができるかというと、基
この時にはまずできないと。あとシステムコール抜きでパールで要はフォークとか使わずに新しいプロセスを作れるかっていうと、ちょっとこれ画像切れてますけど、このネップさんがノーと言ってますね。できないと。また、まあ、システムコール抜きでパールでいわゆるネットワークプログラミング、まあサーバーを書いたりとか、あるいはネットワークに接続するクライアントを書いたりとか、そういうことができるかっていうと、これも、ノー、まあ、この画像の男の人偉い怒ってますけど、ノーと言ってます。ということで、基本的にはアプリケーション、僕らはそのパールとかいろんな言語でアプリケーションを書くときに、まあ、基本的には何でも実装できるし自由にコードを書くことができるんですけども、まあ、低いレベルで見ると基本的にはアプリケーションというのは OS の手のひらでの上で動いていると。まあ、要は OS さんが許可したことしか基本的には許されていない。まあ、勝手にネットワークを用意したりすることもできないし、まあ、OS の手を借りずにファイルを開いたりすることもできないっていう感じになります。でこれちょっと話題が変わるんですが、突然ですが Web アプリケーションの仕事とは何でしょう。これちなみにクイズで誰かに当てようとか思ってないんで心配しなくて大丈夫なんですけど、まあ、そもそも Web アプリケーションとは何か、ちょっと哲学的な話とかではないんですけど、そもそも何かっていうとですね、まあ、当たり前なんですけど HTTP リクエストを受けて HTTP レスポンスを返すのが Web アプリケーションの仕事ですと。でまあ、そもそもじゃあ HTTP リクエストを受けて HTTP レスポンスを返すってそもそも低いレベルで見るとどういうことなのかっていう話をすると、ちょっとこの人怒ってますけど、アクセプトしてリードしてライトしてクローズでバカ野郎と結構言ってます。まあ、本当はちょっとこんな感じじゃないんですけど、まあ、ちょっと大体そんなもんだろうって感じでバカ野郎って感じになってて、まあまあ一旦落ち着きましょうと。まだ発表始まって7分ぐらいなんで慌てるような時間じゃないですね。でこれでゆっくり進んでいきます。ちなみにこれ以降面白画像はないです。でウェブアプリのお仕事っていうのにもう一遍立ち戻ってみるとですね、まあ、大体順番で言うとこういう感じの順番になってますと。で一番最初に、まあ、いわゆる HTTP リクエストっていう人はクライアントから受けて、で、まあ、僕らの大体実装する部分ってこれ以降の部分になる、ここの2番から3番の部分になるんですけど、まあ、この間に大体僕らの仕事というか僕らの書くアプリケーションのドラマがあると。でそのドラマの中で何をしているかというとですね、まあ、大体相場はおおむね決まっててですね、まあ、もちろんその会社によって使ってるミドルウェアとかビジネスロジックは全然違うと思うんで必ずしも一概にはいないんですけど、まあ、大体の場合、まあ、MySQL にアクセスしてデータを持ってきたりとか、あるいはまあそのデータをキャッシュしているメモキャッシュ D にアクセスしてデータを持ってきたりとか、まあ、データをセットしたりとか、でまあ、それらのデータを、まあ、うにゃうにゃうにゃとこう HTTP レスポンスを返すために整形したりとか、あるいはまあアプリケーションのログを書き込んだりとか、まあ、そういうことをうにゃうにゃうにゃとやった後に、まあ、最後に見るだけ HTTP レスポンスを返すというようなことが基本的な Web アプリのお仕事です。で今の Web アプリのお仕事というやつを、まあ、わざわざそのシステムコール語的なものに翻訳するとですね、まずまあこのアクセプトみたいという名前のシステムコールを呼んで、まあ、これでリクエストを受けますと。でリードで、リクエストの内容を読んで、でそこからさっきの僕らのドラマに入りますと。でそのドラマの中では MySQL につないだりアメリカ CD につないだりファイル書いたりするんで、まあ、大体こういうようなシステムコールが呼ばれた上で、まあ、最後にもともと受けた時のやつに対してレスポンスを返すというような感じになってますと。今の流れはですね、さらにこの僕らのドラマの部分を省略するとですね、まあ、大体こんなことしかしないと。まあ、このまずアクセプトリクエストを受けてリクエストの内容を読んでいろいろやってレスポンス返すと。まあ、このちょっと構成というかアーキテクチャによって必ずしもこういうふうになっていない、順番はこういうふうになっていない場合ももちろんあるんですけども、まあ、実は Web アプリケーションで大体は基本的にはこんなことしかしないというものだと僕は思っています。ちょっとうだうだうだと話しすぎたので、まあ、実際にストレースするとどんな感じにのものが見えるかっていうのを一旦デモしたいかなと思います。ですね、どれだっけ、どこで見ようかな。下のターミナルでちょっと起動してて、あ、しまった消してしまった。ちょっと緊張しているようですね。
はい、まあ、エストレス打つときはですね、まあ、あの -P とかのオプションとかがあって、それでプロセス ID を使ってあの指定してアタッチしてもいいんですけど、まあ、エストレスってコマンド経由でなんかブラックアップとか起動してもそれでアタッチしたことになるんで、これでも一応、エストレスをかますことができますと。でこれを実行するとですね、どうなるかというとですね、あ、エクジットしてる、なんでやねん、あれ、あー、これダメですね、はい、殺しました。こうやってエストレスを流すとですね、エブアップサーバーというのは基本的に、まあ、さっきちょっと言った履歴だと思うんですけど、見づらいかな、これ、ここですね、一番左端にアクセプトってできてるんですけど、このアクセプトってやつでウェブサーバー止まります。でこれがいわゆるなんていうかウェブサーバーが何もしてない時にの挙動で、まあ、要はそのリクエストを待ち受けてる時の状態がこれになります。で大体最近なんかそのノンブロッキングがどうとか、なんか Node.js 周りとかでなんか、まあ、非同期がどうとかそういう話が結構有名になってきたと思うんですけど、基本的にブロッキングするのブロッキングしないのっていう話はですね、これのことを示してて、これって何やねんってことなんですけど、まあ、要はその正しい意味でのブロッキングするっていうのは、こういうふうにシステムコールを呼んだ上でそのシステムコールの結果をずっとそのプロセスが止まって待っている、この状態をブロックしていると言います。なのでこのプロセス、 Web アプリケーションのプロセスは、まあ、アクセプトでブロックしているという状態になります。ちょっと脳が効かなくて申し訳ないんですけど、この Web アプリケーションですね、まあ、いわゆる変わるってやつでリクエストを投げると、まあ、なんかこうやってピョッピョッピョッ、あ、ピョってなってるのが分からんもん、これこういう風に音違うんだよ。え、これ本当に午前版に当たってしまう、これは午前版になってますよ、うん、っていうのはこうやって投げてもここ来るんで、はい、なんでこの変わるやリクエストを投げるたびにちょっと見づらいんですけど、こういう風にですね、なんかここの下に流れているものが流れているのが分かると思います。とりあえず。はい。いや、なんか余計なことしてるなという。余計なこと。だってスリップオフマスク し直す必要はあるのかな。ああ、どうですかね。これちなみにデフォルトのなんだっけ、ブラックハンドラー PCI かな。とか使ってるんですが、いや、パールが裏でやってるかもしれない。まあそれは誰と思います。パールが裏でやってるかもしれないです。はい。今のだとちょっと、まあ、詳細の部分は分からなかったと思うんですけど、まあだいたいストレスっていうのをするとああいう風になってリクエストを投げるとピョッピョッとするっていうのが分かると思います。で、さっきのだけだと全然ストレスの使い方の説明みたいになってないので。まあ、さらっとエストレスを読むときの基本的な読み方みたいなところでちょっと紹介しようかなと思います。でエストレスっていうのは基本的にシステムコール、呼ばれたシステムコールがずらずらずらと流れてくるものなんですが、まあ割と見ての通り左、一番左側にシステムコールの名前、まあ、リードとかアクセプトとかそういうのが出てきて、でそこに普通に関数呼び出しみたいな感じで引数が続きますと。でこの場合一番左側に出てくるのはファイルディスクリプターってやつなんですけど、まあその次に、まあ、どういうものがリードされたか、C 言語だと、キャラクターのポインターとか渡して、もう要はバッファーを渡して、その中身ですか、その中身に書き込んでもらうとか、そういう API が結構あると思うんですけども、まあ、そういうバッファーの中身とかもこういうふうに、HTTP リクエストの場合は、ゲットすらなんとかなんとかなんとかみたいな感じで内容が出てくると。あと、これが割と一番重要かもしれないんですけど、まあ、一番右側に、このシステムコールの場合は、右側に、イコール308って感じで、数字が返ってきてると思うんですけども、これがそのシステムコールから返ってきた返り値になります。で基本その2なんですけど、ストレスの結果を読むときは基本的にはファイルディスクリプターに注目していきますと。でファイルディスクリプターっていうのは、まあ、そのシステムコールによって指定する場所は違ったりもするんですが、まあ、リードの場合はこの一番最初に指定している5っていう数字、これがファイルディスクリプターになりますと。でファイルディスクリプターって今初めてできたと思うんで、ちょっとだけ説明しますと、まあ、基本的にはこれは、ファイルとかネットワークソケットとかを抽象化した、まあ、OS から渡される、まあ、そういうものの何ていうかそれらに対する示した構造体へのポインターになってます。
これは基本的に単なるイント型の値なんですけども、普通のプロセスだと0、1、2はそれぞれスタンダードイン、スタンダードアウト、スタンダードエラーを示すことになります。でそれ以降、例えばそのプロセスの中で新しいファイルを開いたりとか新しいネットワークソケットを開いたりすると、それ以降の番号は照準に振られていきます。なんで例えばこの後すぐにファイルを開いたりすると、そのファイルに対するファイルディスクリプターはまあ3番とか、まあ、次にネットワークソケットを開くと4番とか、そういう感じになりますと。でファイルディスクリプターはそのファイルを開いたりするときにも返ってくるんですが、まあ、ファイル開くとき、まあ、必ずしもこういうことをすると限らないんですけども、まあ、大体、オープンっていうシステムコールを呼ぶとファイルを指し示すファイルディスクリプター、ちょっと言いづらいんですけどファイルディスクリプターが返ってくるんですけども、まあ、その返ってきたファイルディスクリプターに対してこのリードっていうシステムコールとか、ライトっていうシステムコールとかを呼んだりして、で一番最後にそのファイルを閉じるときは、まあ、クローズ、まあ、分かりやすいんですけどクローズっていうやつを呼んだりしてファイルを閉じるみたいな感じになりますと。これが、ソケット、まあ、この場合のソケットっていうのはですね、まあ、クライアント側からつなぎに行くときのソケットなんですけど、ソケットの場合は、まあ、ソケットっていうシステムコールを呼ぶと例によってファイルディスクリプターが入ってきて、でそのファイルディスクリプターに対して、まあ、アドレスみたいな構造体とか渡しつつもコネクトっていうのを呼ぶと、まあ、そのサーバー対抗するサーバーに対してTCP コネクションを貼りに行くと、まあ、基本的にこのシーケンスは TCP の場合の話です。まあ、UDP でもコネクト呼べるんですけど、でその接続を確立した後、まあ、TCP のシーケンスでいうと、新アップが返ってきた後にこのコネクトから処理が返ってくるんですけども、その後に、そのファイルディスクリプターにリードしたりとか、まあ、リードっていうのはネットワークから読み込むことですね。で、ライトしたりしてレスポンスを返したりとか、あるいはそのソケットを閉じてその TCP コネクションを終わらせる場合はそいつに対してクローズを呼び出すと、そういう感じになります。で、なんかカッコつけて操作とか書いてあるんですけども、ストレスを使って何かを調べるときは、さっきも言ったように FD、ファイルディスクリプターの値を追うのが操作の基本となります。で、なんで FD を追うかというとですね、FD の生存期間がそのまま、例えばファイルを開いて閉じるまでの生存期間と一致するからです。例えばオープンで返ってきたファイルディスクリプターがクローズに落とされるまでがそのファイルが開かれてそのファイルを閉じるまでということになります。なのでオープンしたファイルディスクリプターをクローズしてないってことは逆に言うと、そのファイルをそのアプリケーションは閉じてない、開きっぱってことになります。あと、まあ、クライアントサイドのソケットの生存期間もこれも同じで、まあ、さっきちょっと見たと思うんですけども、ソケットで返ってきたファイルディスクリプターが、クローズってやつに渡されるまで、まあ、生存期間になります。なのでこの場合も逆にソケットで返ってきたファイルディスクリプターに対してクローズを呼んでないということは、その、まあ、クライアントは、TCP コネクションを切ってないと、まあ、つなぎっぱなしにしているって感じになります、基本的には。でそれとは別に、まあ、サーバーサイド、まあ、いわゆる Web アプリケーションとかのサーバーサイドでリクエストを受けたときに、通信に使うためのクライアントソケット、まあ、要はクライアントにリスポンスを返すためのソケットっていうのもあるんですけども、それの生存期間は、さっきできたアクセプトっていうシステムコール、これで返ってきたファイルディスクリプターが、クローズに渡されるまでってことになりますと。で、ちょっとだいぶ遠回りしちゃったんですけども、Web アプリのストレスを読むときの基本が、こういう形になりますと。で、これ見えます、ね、で、さっきも見たように、アクセプトっていうところにずっと止まっていた Web アプリケーションに、リクエストを投げるとですね、そこから、なんていうんですか、Web アプリケーションの処理が始まるわけです。で、この図だといろいろ省略してるんですけど、まあ、要はリードってやつで HTTP リクエストの中身、リクエストラインを読み込ん で最終的にいろんなことをした後に HTTP レスポンス、HTTP すら 1.1200OK とかを返すっていう感じになって、まあ、ここまで、ね、アクセプトから最後のライト、まあ、そのキーバーアライブしてない場合はクローズとかも呼ばれるんですけども、ここまでが一つながりのウェブアプリケーションにおいてリクエストを受けてからレスポンスを返すまでという組になります。で基本的にウェブアプリの何て言うんですか、挙動を見るときってリクエストレスポンスの単位で見ると思うんで、ウェブアプリのストレスを見るときはこれが基本という感じになります。でまたデモです。デモの内容ほとんどさっきと同じなんですが、どうしようかな。
さっきも言ったようにこのアクセプトってところで止まってますと。でこれに対して変わるっていうのをまたリクエストを投げると、まあこれがちょっと同じ画面で表示してないんで分かりづらいんですけど、あれどこ行っちゃった、ちょっと分かりづらいんでもう一回やりましょうか。さっきの僕のこの画面に行った時はここの部分でちょうど止まってたんですが、リクエストを投げるとここのアクセプトのブロックが終わって、ここの以降の処理がこう、ここが一つのリクエストですね。こうちょっといろんなやつがノイズがあって見づらい部分もあるんですけど、ここの元のアクセプトに戻ってくるまでがレスポンス、一つのリクエストレスポンスですと。でさっきのファイルディスクリプターに注目するって話があったので、まあ自分が言ってることに反するのもあるので、ファイルディスクリプターに注目すると、このアクセプトちょっと切れちゃって申し訳ないんですけど、アクセプトっていうシステムコールでこいつの返り値はどれかというのを見ると、この下の方に行って、これこのイコール5っていうのがこのアクセプトで返ってきたクライアント側のソケットを示すファイルディスクリプターの値です。なんで以降この5っていう値は、まあ、レスポンスを返すまではずっとそのクライアントのソケットという認識では、まあ、間違いないです。でこの辺でちょっと IO コントロールとかなんか LC とかいろいろやってるんですけど、まあこれは今回はちょっとあんまり興味がないので省略して、でこの5をしばらく追っていくと、まあ、さっき言ったようにこのリード見えますかね、これリードっていうところに対してこの5っていうやつを渡して、その結果として、まあ、HTTP のリクエストラインが読めるようになって、読み込んでいると。でこれまだちょっといろいろあるんですけど、ノイズはちょっと無視しつつ Go を追っていくと、ここにまた Go 案というのが出てきますと。でこの5番でまた、まあ書き込んで、まあ、よくあると思うんですけど HTTP200 をこの5番に対して返していると。まあ、これこの場合はライトが2回呼ばれてるんですけど、まあ、最後にこのライトもう1個呼んで、まあ、これは僕の書いたアプリのレスポンスの中身なんですけど、まあ、OK っていうのを返してますと。でこの場合キーパーライブしてないんで、最後にこのライトした後に5番に対してこのクローズっていうのを読み出して TCP ソケット閉じて終わりって感じになってます。なのでちょっとまあ、パールが勝手に読んだりとか、そのウェブサーバーが自分の都合で読んだりとか、いろんなノイズといったちょっとあれですけど、本筋からは必ずしもその関係ないシステムコールが結構いっぱい登場するんですが、基本的にそういうのは必要な時はもちろんそれを見ればいいと思うんですけど、必要ない時は、まあ、ファイルディスクリプターの値を追っていけば大体の流れが分かると、そういう感じになってますと。はい。で今のアクセプトでブロックしてずっと待っているっていうのはあくまで基本の話であって、まあ、例外もございますと。それはパールで言うとツイギーとかツイギープリフォークとかのいわゆるイベントドリブンなサーバーで、これらのサーバーで言うと、Linux の場合でかつ EV がインストールされている場合は ePoll Wait で、ブロッキングしているのが普通ですと。ただ最近スターレットにマルチソケットリッスンの機能が入ったんですけども、マルチソケットリッスンしている時のスターレットはアクセプトで待ってるんじゃなくてセレクトで待っているはずであると。これはまあ僕は出たら試してないんですけど、はい。でまあ一回りしてまた戻ってきたんですけど、ウェブアプリの仕事をさらに再建するとですね、まあ大体 HTTP クエストを受けるドラマがあるレスポンス返すってとこなんですけども、まあ大体の人はなんかその問題起こすというか障害とかいろいろなレスポンスが劣化するとかそういう問題に遭遇するときって大体ミドルウェアのアクセスで起こるんですよね。まあ、もちろんそのメモリ上で変な処理してる無限ループとかしてる人もいるかもしれないですけど、まあ、大体の場合 MySQL とかメモリ化し3のなんかレスポンスが劣化してどうたらこうたらみたいな問題になることが多いですと。で、ストレスで MySQL のアクセスはどんな風に見えるかというと、ちょっと長ったらしいんですけど、まあ、ぶっちゃけこれだけ見て MySQL かどうかっていうのはにわかには言えないところでもあるんですけど、まあ、大体の場合 MySQL 運用してるときに、まあ、デフォルトのポート3306で受けてる場合とか、まあ、自分がその作ったアプリの MySQL が何番のポートで待ち受けてるかぐらいは多分知ってると思うんで、まあ、僕の場合はだから3306番で MySQL が待ってるなってことを知ってるんで、このなんていうんですか、この途中の行のコネクトの部分のこのアドレスの部分に
コード30306っていうのが出てるんで、あ、これを見たら、あ、MySQL だな、MySQL の接続を始めたなっていうのが分かりますと。で、例えばそうじゃなくて Memcached の場合はどうなのかというと、まあ、Memcached のデフォルトのポートって11211だと思うんですけども、その場合もやっぱりこのコネクトの LINE 引数のところに11211ってくるんで、あ、これは Memcached に、コネクションを貼りに行ってるなっていうのが普通に分かるということですね。はい。で、まあ、今のはちょっと実際にどうやってみるとどんなふうになんねんっていう話があるんですが、これでまた別の Web アプリを起動しますと。で、この Web アプリはちょっとさっきよりもおしゃれな Web アプリになっていて、まあ、全然おしゃれでもなんでもないんですけど、アモンツーライトでちょっとだけ書いてあって、で、まあ、キャッシュメムカ CD ファーストっていうモジュールを使ってメムカ CD にアクセス C ので、 DBI を使ってMySQL にアクセス C のというアプリになっています。まあ、このセレクトした内容とかゲットした内容は実は全く何も使わずにレスポンスを返すので、実際にはこんなアプリはないんですが、まあ、リクエストの時にそれらにアクセスだけは行うというアプリになっています。で、こいつもアクセプトで一回止まるんですが、こいつに代わるでリクエストを投げると、あー、またわからなくなった。ここからですね。で、ちょっと時間が押してるんで端折りつついくと、さっきのアプリだと最初に MySQL じゃなくて Memcached の方にアクセスしちゃったと思うんですが、あれ、どこだ、ここですね。ちょっとさっき言ったのとほとんどそのままなんですけど、まあ、コネクトってやつを読んで、まあ、ポートが11211にアクセスしてると。で、この場合ローカルのメミカシリアンフェスしてるんで、 IP アドレスの方は 127.0.0.1 になってます。で、それをやった後にさらに、おっと、これは違うぞ、これ何も考えずにやっちゃったから多分あれだな、ミニックスドメインソケットになっちゃってるんですが、まあ、MySQL の方はこう、ここの部分でコネクトっていうのを発射していると。で、この辺にちょっと分かりづらいな、どうだ、この辺でちょっと MySQL と通信しているっていう感じになりますね。ちょっと分かりづらいですけど、ちなみに Memcached にリクエストを送っている部分はこのセンドメッセージっていう部分になってまして、この部分はなんかちょっと見覚えがあるようなものがあると思うんですけど、まあ、ゲットとか、そういうコマンドをメムキャッシュに対して発射している部分が見えますね。なんで、まあ、実際にデバッグとかするときは、このメムキャッシュ D に実際に発射しているコマンドの中身もこういうふうに見えるので、それがちょっと便利だったりもします。はい。そうですね、今見た感じで、まあ、MySQL につないでるねとか Memcached につないでるねとかそういうのがあったと思うんですけども、基本的に、まあ、多くの方は実際にこういうふうに思っていると思うんですけども、まあ、プログラムっていうのはですね、僕らが書いたと書いて正しく動くつもりで書いてるんだけども、基本的には思った通りに動かないものであると。例えば、まあ、うっかり同じクエリを、全く同じ形のクエリを複数回発射しちゃってるとか、あるいはMemcached にデータをキャッシュして頑張ってキャッシュ使ってるつもりでも、まあ、思ったよりもキャッシュミスしちゃってる、キャッシュヒットレートが低いであるとか、あるいはそのMySQL とか Memcached に対してニトライするような場合に無駄にニトライの回数をしているとか、あるいは、本来はですね、1つの TCP コネクションを1つのリクエストの中で使い回しているつもりでも実は使い回してなくて都度接続になっているとか、あるいはその逆にTCP コネクションを使い回せてるつもりなんだけども、違うな、TCP コネクションを毎回切ってるつもりなんだけども、実はその接続は永続接続になってるとか、そういうことは実はエストレスとかをしてみると、分かったり、あるいは、まあ、サービスインした後に障害になって分かるとか、まあ、そういうこともあるんですけど、そういうことは結構あるかなと僕は思ってます。これちょっと、実例その1っていうやつなんですけども、これは一応、弊社であった実例ですと。で、これはどういうことがあったかというと、まあ、とある API のレスポンスがですね、とあるリリースを行った後に約180ミリセカンドも劣化していると。
結構これ値としては大きいんですけど、最近はあんまり言ってないかもしれないんですけど、昔フリークアウトっていう会社はですね、50ミリセコア台とか言ってたと思うんですけど、50ミリセコア台の基準で照らすならこれは4回ぐらい知らないと申し訳が立たないレベルの劣化ですと。でこれ実は早めに実は容疑者が上がっ てですね、容疑者は何だったかというと、キャッシュメモキャッシュディファーストのラッパーモジュールですと。これは弊社内のモジュールなんで、ちょっと具体的なソースを見せたらできないんですけども、この人に更新の差分があったんで、どうもちょっとこの人がうさんくさいんじゃないかみたいな感じになってました。でうさんくさいんじゃないかと思ったら、もう即で家宅捜索を行いますと。で家宅捜索とは何かというとですね、当然エストレスをかましますと。で、どういうエストレスを打ったかというと、この場合すでに立ち上がっているウェブアプリケーションなんで、プロセス ID を指定してアタッチして、かつ、さっきもちょっと見たんですけども、キャッシュメモキャッシュディファーストの内部的にセントメッセージってやつを使っていることが分かっていたので、ハイフンイーオプションってやつを使ってそのシステムコールのみに絞って、ストレスを行ったと。そうするとですね、なんと容疑者の自宅から物証が上がりましたと。でこの物証ちょっとパッと見は分かりづらいんですけど、この一番左側のやつが例によってファイルディスクリプターです。なんで66661111とかこういうふうに同じのがついてるわけですね。同じところにリクエストしてるっぽいと連続 でこれがしかもこうやって見ていくとですね、やっているのはメモキャッシュに対するゲットであると。でゲットでさらにこの第二引数みたいなやつは、メモキャッシュのいわゆるネームスペースの部分、キーのプレフィックスの部分で、さらにここにさらに右にあるキーワードリストとか書いてあるやつ、こういうやつはメモキャッシュのゲットするときのキーですと。なんでこれよく見るとそれぞれ同じ、全く同じメモキャッシュDのリクエスト、同じようなリクエストをですね4回ずつ行っていると。これ完全無駄なリクエストなんですけど、なんでこんなことになっとんねんっていう話なんですが、これなんでこんなことになったかというと、実はそのさっき言ってたラッパーモジュールの更新時にメモキャッシュDへのゲットとかセットをリトライする機能が入ってたと。でそのリトライする機能は最大3回までリトライするって機能だったんですけども、実はキャッシュメモキャッシュディファーストのゲットってやつですね、これは単純にキャッシュミスしたのか、それともネットワークとかのなんかパケレスとかで単純にロスが起こったり値が取れなかったとか、その他のエラーを全然区別できないんですね、返り値とか返り値から。なのでこの人は残念ながら普通にキャッシュミスが起こるたびに3回のリトライを行っていたと。でその時のリトライ間隔は20ミリセカンドだった。なので20ミリセカンドかける、各々3回のリトライ、3回か空振ってるんで3回のリトライかける3種類のキャッシュという計算をすると180ミリセカンドになってるだと。で、ぶっちゃけそのキャッシュミスしてる時点でそのキャッシュヒットレートだとそもそもキャッシュの意味がないじゃないかという議論は当然あると思うんですけども、その場ではとりあえずモジュールを直す方が先決だということで、ゲット系に関してはそもそもリトライなんかしなくていいよね、てかゲットをミスったら普通に MySQL に取りに行けばいいだろうということでリトライしない終了性を入れて解決していますと。でさっきの物証実はタイムスタンプの部分を削ってたんですけど、タイムスタンプの部分を追加するとですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、これセカンドで、これのがタイムスタンプとかの単位なんですけど、それでこれさっき言ったように見づらいな、20ミリセカンド、20ミリセカンド、20ミリセカンド、この20ミリセカンドとかの単位でリトライしているのがなんとなく分かるかと思います。これメモキャッシュDのアクセスしか見てないんでちょっと時間は飛んでるんですけど、おのおの20ミリセカンドでリトライしちゃっています。で今のような話はですね、実際にプロセスに当たってしてレストレスしてみると、一目瞭然で分かりますと。でこういうなんかよく分かんない現象が起こっているときに僕は大事だなと思っているのは嘘をつかないツールに頼ると。で僕の言ってる嘘をつかないツールっていうのはですね、大体、今話したエストレスであるとか、あるいは、いわゆる TCP ダンプ、TCF とか Ngrep でもいいですけど、とか、いわゆる GDB とかになってます。で逆に嘘をつくものにはどういうものがあるかというと、当然ながら人の記憶、こういうふうに作ったからこういうふうにこのアプリケーション動いてるよねって思ってるんですけど、そういうのは全然信用できない基本的な。とか、アプリケーションのログとかもあるんですけど、アプリケーションのログって基本的に僕ら人間が書いたものなんで、当然間違ったことも書いてあるし、あるいは出してるつもりでも実は出てないとか、そういうことも往々にしてあると。あと時にはアプリのコード、アプリのコードでなんかこういうふうになってるよねって、そこだけ見たらそういうことになるかもしれないけど、実はその
モジュールのさらに下位のレベルにいるモジュールのコードを見ると実はそういうふうにはならないとか、まあ、結構あんまり信用できないものが結構多いので、実際に信用できるデータを吐くようなツールを使って調べるのがまあ大事かなと思ってます。はい、であと5分ですね。で実例その2がアクセプト2サンダリングハードってですね、ちょっとこれちょっとだけ難しいような話なんですが、まあ、そもそもサンダリングハードって何かというとですね、ちょっと難しい英語がベラベラベラと書いてあるんですけども、大体のイメージで言うと、まあ、結構多くのプロセスが一斉に起き上がって何かをし始めると、何かをし始めるんですけど実際にそのアクションを取れる、まあ、それが成功、そのアクションが成功するのはその1個のプロセスに限られるみたいな問題になってますと。よくあるパターンとしてはメモキャッシュ D とかで、例えばリモートに置いてあるキャッシュがエクスパイアしたときに複数の Web アプリケーションサーバーから、まあキャッシュがなくなったぞってところで一気にDB の方にクエリが走ると、そういう場面によく使われる言葉です。そうですね、アクセプトのサンダリングハードについてちょっと前提知識みたいなのを話しますと、まあ、複数、大体のパールのアプリケーションでスターレットとかスターマンとかの、プリフォークのサーバーを使っていることが多いと思うんですけども、プリフォークのサーバーだと、基本的に複数のプロセスが同時に一つのソケットのファイルディスクリプターをアクセプトして、でそれぞれブロックしてさっきみたいにアクセプトで待っているっていうのが基本的な形になりますと。で複数のプロセスからアクセプトを行うとどうなるかというと、まあ実は最近の Linux カーネルだと吉野に内部でそのアクセプトのリクエストをキューイングしてくれるので、まあ、実際にリクエストが来た時にそのアクセプトのブロックから解放されて起き上がるプロセスは実は1個だけっていう感じになります。でこれがイベントドリブンかつマルチプロセスのサーバーになるとどうなるかというとですね、これはまあアーキテクチャにもよるんで一概には言えないんですが、基本的にはこういうものを書くときって複数のプロセスが同時に一つのソケットの FD をまあ、ePOL を使って監視しますと。でこの監視しているときにリスンしているソケットがリード可能になる、まあ、ePOL ってリード可能とかライト可能とかを知るやつなんで知るためにあるんですけども、リード可能になった、つまりアクセプトを呼び出すことが可能になった時点でその ePOL ウェイトで待っている全てのプロセスが一斉に起き上がると。で全てのプロセスが一斉に起き上がって何をするかというと、みんなでそのソケットに対してアクセプトを呼び出しに行くんですけども、これは1個のプロセスだけがアクセプトに成功すると。で、他のプロセスは空振って失敗する、まあ、イーラー限定では返ってくるんですけども、こういうふうなサンダリングハードが起こるという問題がちょっとだけあったりしますと。でこのサンダリングハードの問題はですね、アクセプトの空振りがプロセス数とリクエスト数の掛け算で発生する感じになっていて、リクエストが多めかつプロセスが多めのところでやると結構労働が上がりますと。あとは、まあ、VM スタットとかのツールで見ると、まあ、ユーザーとシスト、コンテキストスイッチの方が結構盛り上がりますと。大体その盛り上がった場合にユーザーアシスが50-50とかになるんですけども、大体 VM スタットを見たことがある人は分かると思うんですけど、結構激しくリクエストが来ているサーバーでも、まあ、シストユーザーが両方50-50になるとかあんまなくて、まあ、概ねユーザーの方に傾くことが多いと思うんですけども、こんなことになりますと。でこれはまあ僕の試験ではまあプロセス間のコンテキストスイッチが増えすぎるからじゃないかなと思っていて、まあ、サンダリングハードによって全然起き上がる必要のないプロセスも一気に起き上がるんで、まあ、それでコンテキストスイッチが激しくなるからかなと思ってます。はい、それで一応これにもデモがございます。ちょっと時間が押してますが、どれかな、これでいいか、これですね、おっとっと、今回は、3D プリフォークを使ってありますと。でこっち側のやつで VM スタットを立ち上げてると。でこれでもう一個デモ用のスクリプトがあって、これは単にパラレルベンチマークっていうモジュールを使ってさっきのサーバーにリクエストを投げまくるだけの人です。これを実行するとどうなるかというと、まあ、上の VM スタットの方をちょっと見てほしいんですが、大体こういう盛り上がり方になりますと。まあ、さっき言ったようにシスト、ユーザーとシストが両方50-50ぐらいになって、ちょっとコンテキストスイッチが割と盛り上がる感じになりますと。で、これ別にプロセスとか関係ないんじゃないと思う方もいるかもしれないので、プロセス、マックスワーカーズを減らして起動した上で、もっぺんやってみるとですね、あ、これでもサチルかな。まあ、
プロセスを減らして同じベンチマークを流すとですね、さっきよりコンテキストスイッチの値が減って、まあ、指数の消費も減っていると、まあ、なんでこれ実はさっき言ったようにプロセス数に比例していることが実はなんとなく分かります。でその上でさらに今リクエストを投げてたサーバーとかに、ストレースで当たっち落ち着け落ち着けストレスで当たっちするとどういうふうになるかというとですね、こうなるとバーッと流れてくるんですけど、この感じを見たら分かると思うんですけど、このアクセプトを結構連続で呼び出してると思うんですけど、これアクセプトのほとんどのコールはインアゲインインアゲインインアゲインってなっていて失敗していて、実際にリクエスト処理はこの人はしてないんですね。してないんだけども毎回このアクセプトに反応して、起き上がっていると、そういう様子を見ることができます。時間ですね。でこれまあどうしたらいいって話なんですけど、まあ、そもそもがイベントドリブンなんだし、そんなに大量にプロセス上げなくてもいいよねって話があって、もともと一つのプロセスで結構いっぱいさばけるよっていうのがイベントドリブンなので、なので、まあ、そもそもプロセス減らしたらいいんちゃうか。で今はちょっと深遠な理由により100プロセスぐらいに収まってるんですけども、もともとは300プロセスぐらい実はで運用してて、まあ、この100プロセスに減らすっていうのをやると、まあ、結構さっきのやつは収まったと、なんだかんだ。これはちょっと余談ですけど、まあ、今の作りだと割とどうしようもない気がしていて、例えばモノセルスみたいにアクセプトするプロセスとリクエストをさばくプロセスを分けるとかしないと割とどうしようもないかなと思ったりもしています。ただこれはそこまでやるべきかっていう話は当然あります。あと基本的にイベントドリブンとマルチプロセスはクロス組み合わせが悪いということもあります。でまとめにちょっとまあ時間ギリギリなんですけど、まとめに時間過ぎているんですがまとめに入ります。僕の思うエストレスの悪いところはですね、まあ、さっき見たように無駄な情報も結構多いと、まあ、慣れればどうにかなるんですけど、あとまあたまに起こる系の異常な事象には向いてないな、まあ、それはやっぱりデビル KI プロティープロとか使ってログ出した方がいいんじゃないかなとか思ってます。逆にストレスのいいところっていうのはですね、さっきも言ってましたけど、まあ、事前の設定が不要で、まあ、プロセスにアタッチするだけですぐ見れると、あとまあ自分のウェブアプリケーションは実際にどういうシステムコールを発行するか見ることで、まあ、ウェブアプリケーションの気持ちが分かる。またストレスで言うと分かんないこと結構あって、まあシステムコールを伴わないような CPU バンドな、まあ、CPU 内でこれだけ起こるような処理であるとか、あるいはまあもっと下の方の問題、トランスポート相違化の問題で、まあ、そういうのは TCP ダムとか使った方がいいよねと。あ、逆にストレスで分かるのは、まあ、さっきも言ったようにリクエストを受けてからリスポンス返すまで、あるいは実際にそのアプリがどういうデータアクセスを行っているかとか、あるいはまあ開発者の予期してない機能その他が分かったりもします。ちょっと長くなっちゃったんですが、まあ当たり前ですが、まあ、どんなツールもそうなんですけど、ストレスっていうのは万能のツールじゃなくて、まあ、使えば明日からあなたもすごいエンジニアになるよとかはかどるよとかそういうことはまああるわけではないです。あ、でも実際にちょっと勉強して使い方が分かっているのは結構お手軽で強でかつ強力なツールだなと僕は思っていて、まあこれここが一番大事だと思ってるんですけど、まあ、なんだかんだでそれを試していると実際にどういうふうにウェブアプリが動いているかというウェブアプリの気持ちがだんだん分かるようになってくるということだと思います。で参考文献はちょっと時間ないので省略します。あと微妙な宣伝なんですけど、エストレースに関して WebDB の10月号に記事を書かせていただくことになりました。ありがとうございます。ということでご清聴ありがとうございました。